王立地理学会の創立者メダルの両面。1927年、ケネス・メイソンに贈られたもの。金メダルは、イギリスの王立地理学会が授与する、最も権威ある賞。金メダルには、1830年に制定された創立者メダルと、1838年に制定されたパトロンズメダルの2種類がある。この賞は、地理的科学及び発見の奨励。 推進のために授与されるものであり、受賞者の決定に際しては、国王の最下を要するものとされている。この賞の起源は、地理的科学及び発見の奨励、推進のための奨励金として、当時の国王ウィリアム4世が1831年から、毎年50ギリを貸ししたことにある。最初期には受賞者には、賞金として貸し金が与えられたが、 1836年から1838年にはロイヤルメダルとして金メダルが与えられるようになり、1839年以降は等しく価値を持つとされる2つのメダル、創立者メダルとパトロンズメダルが与えられることとなった。創立者メダルの表面にはウィリアム4世、パトロンズメダルの表面には1837年に即位した。 ビクトリア女王の肖像が刻まれている。この賞は、著名な地理学者たちに与えられてきており、受賞者の中には、デイビッド・リビングストン、ナイン・シンダ・ワット、1877年、フェルディナント・フォン・リヒト・ホーフェン・男爵、アルフレッド・ラッセル・ウォーレス、ウィリアム・ウッド・ビル・ロックヒルや、20世紀以降では、ウィリアム・モーリス・ディビス教授、サー・ハルフォード・ジョン・マッキンダー、リチャード・チョーリー教授、 デビット・ハーベイ教授らが含まれている。以下のリストには、王立地理学会の資料に準じ、貸金として50ギニーが授与された、最初期の受賞者、およびロイヤルメダルが授与された受賞者、および例外的にクロノメーターが贈られた例を含んでいる。氏名の後には、主な業績、または活動領域を記し、さらに必要に応じて、特記事項を追加した。氏名の称号、 階級等は参照している。RGS の資料に準拠している。AB ヒストリー・オブ・ザ・メダルズ・アンド・アワーズ。ロイヤル・ジオグラフィカル・ソサイティ2014年4月2日、閲覧。2017年までの受賞者は、RGS が公開しているリストによる。ヒストリーパスト・リシピオンズ。ロイヤル・ジオグラフィカル・ソサイティ2018年4月6日、閲覧。より、ダウンロード可能。 チャールズ WJ ウィザースエディンバラユニバーシティ。サージュ・パブリッシング。2016年12月1日。閲覧。2012メダルズアワーズ。ロイヤル・ジオグラフィカル・ソサイティ。2014年4月4日。閲覧。ロイヤル・ジオグラフィカル・ソサイティ・アナーズ・トップ・ジオグラファーズ。ロイヤル・ジオグラフィカル・ソサイティ。2016年11月7日。閲覧。ポール・スタン・ストロパ・リシブス。 ハイエストオーナーズフロムロイヤルジオグラフィカルソサイティ UCLA 2016年11月5日閲覧2017メダルズアワーズロイヤルジオグラフィカルサッカー2017年12月28日閲覧ありがとうございます